はい。マトウヤのフミカのところから再開ですね。じゃあアルフィノスさんに話しかけて、これあれか、ミンフィーラさんがマザークリスタルと同化してるぜっていう状況だったんだな前回。ミンフィーラのことは私からたたるに伝えようと言ってますね。ゾディアックの件をウリエンジェとも共有して、あ、そういえばウリエンジェさんが怪しいんだよ。怪しい動きを見せてたな、前回。アシェンと会ってたもんな。アシェンの動向に対して注意を払ってもらわなければ。君には少し休んでいてほしい。あまりに辛い役回りだっただろうから心配なんだ。後のことぐらい私に任せてね、と。じゃあ頼んだ。ちょっとバカンス行ってくるわ。そういえば、アイメリク教から暁宛てに近々行われるという式典の招待。息抜きだと思って行ってみてはどうだろうか。やべ、息抜きの内容も決められちゃうぜ。イシュガルドの神殿騎士団本部にいるアイメリク教を訪ねてくれ。わかった。行ってくれ。イシュガルドな。なんかアップデートで PVP のあれだな、シーズンが変わったらしいから、なんか新しいマウントか装備がもらえるだろう、きっと。見ていいかな、になっちゃうから。あれ、あ、シーズンが変わるだけでシリーズが変わるわけじゃないのか。ぐねねね、ぐねねねね。じゃあ、新しいのがもらえるわけじゃないんだ。あのね。紛らわしいな。シーズンとシリーズは、違うものか。さて。変なとこ来ちゃってる。ショックが大きすぎて、何ももらえないっていうショックが大きすぎて変なとこ来ちゃったぜ。じゃあアイメリクさんに会いに行こう。君か。さては、式典への招待を受けてくれたのだな。ありがたい。心から歓迎しよう。君には、ぜひ立ち会ってもらいたくてね。先日の、地球派、ゴータン省の聖兵による、教皇庁立てこもり事件は覚えているな。結果として人質の少女をヴィゾー・ブニルが助けることで人々にドラゴン族との融和の可能性を見せることができた。その可能性を確固たるものにすべく、改めてヴィゾー・ブニルら青龍の眷属と和平の契りを交わす式典を開くことになったのだ。君や暁の協力によって開かれた可能性をこうして次につなげられて私も大変嬉しいよ。無論青龍の眷属と和平の契りを結んだところで蛇竜の一派が動けば戦わざるを得ないだろう。だが少しでも多くの国力を高度復興と混乱の収束に当てることこそ真の変革になるのだと確信している。どうしたどうした、働きすぎですか。過労ですね、過労。すまない、大丈夫だ。
怪我も治りきっていないのに張り切りすぎるなとルキアから釘を刺されてはいるのだがな。立てこもり事件以来同じ過ちを繰り返さぬよう私は多くの民の意見を聞いてきた。不安を汲みできる限り最善の施策を提案してきたつもりだ。その甲斐あってか最近では地球派の声も収まっている。だからこそやっと式典にこぎつけることができた。ありがとう。君は主賓に等しい存在なのだ。くれぐれも遅れないで来てくれよ。式典の開催場所は人の領地と竜の領地の狭間、クルザス西部高地のファルコンネストと決まっている。現地ではルキアが準備を仕切っているはずだ。到着したら声をかけてやってくれ。あ、すまない。最後にもう一つ。式典が無事に済んで落ち着いたらぜひ君と杯を交わしたい。もろもろの礼も兼ねてな。一瞬回答をためらったのは何でだろうな。さて、ファルコンネストってどこだっけ。あ、ここ。上見てますね。なんだ、何見えんの上に。え、上見てますよねこれ。ルキアさん黄昏れちゃってんのか。なんだ、何が見えんだ。壁しか見えねえな。壁しか見えねえぞ。アイメリク様からの招待を受けてくれたのかと、受けましたよ。まもなくこの場所で、式典が開催される。準備の方も滞りなく順調。あれを見てくれ。あ、なんか見てたものを教えてくれる。どれどれどれ。幕、これ幕なんだ。幕の向こうに式典でお披露目するレリーフがあるよ。そのレリーフの工事を見てたんだね。この国の大きな転機になるだろう。無事終わるといいね。そういうイベントごとすると何か起こるんだろきっと。よければゆっくりと羽を休めていってくれ。ちょっとここ寒いんですよ。もっと南の島がいいっすね。コンプリート。私は準備の続きがあるのでそろそろ行こう。気候は少し街中を散策してみ、いやもう十分十分さんっていうか、ここはそんな街という感じでもないしな。アルトアエール教とエヴァネラ教が警備の補佐をしに来てくれる。ぜひ彼らに声をかけ式典までの時間を楽しく過ごしてほしい。ほう、いろんな人に話しかけろと。式典にはまだ早いって分かってたんだが、少しでもいい位置で見たくて駆けつけちまったと。イシュガルドの門出が待ちきれないんだよ。ワクワクしてますね。
ドキドキすんな、ドラゴン族と和解するってのはもちろんだがよ、大半の異端者と敵対しなくてよくなるのは大助かりさ。お互い過去を水に流してうまくやっていきたいもんだな。あ、結構前向きですね。結構何千年もこう、何千年かわかんないけど、千年ぐらいずっと洗脳されてた割には、切り替えが早い。貴公も招待されていたか、英雄が来てくれたとあらば、準備に当たる部下たちも一層仕事に身が入るだろう。ビゾーブニル殿が高知ドラバニアから飛来する際、危害を加えるものがないよう見回らせているのだが、あ、そうだよね。聖フィニア連隊が駐留している彼らと交渉がうまくいくかどうか。ドラゴン狩りを生業としている人たちが。あ、お兄ちゃんだよ、これ、お兄ちゃん。お兄ちゃんが来てますね。ユルガ殿、よく来てくれた。こうして君と向き合うと、占拠された強行場を共にかけたことを思い出すな。あ、そういえば一緒に戦いましたね。あの時流れてしまった理由と人との交流を再開する宣言、それが改めて行われると聞き、盾の希望でルキア殿の補佐をさせてもらってる。あ、そうなんだ。あと、アルト・アレール卿、少しよろしいか。あ、何か問題ですか。西に駐留する聖フィニア連隊に対し、ビゾー・ウニルへの攻撃中止を要請した件でな。大半の者は要請を受け入れてくれた。だが、一部にドラゴン族との徹底抗戦を掲げる者がおり、話し合いが難航している。その者たちが式典に来るビゾー・ブニルに手を出しでもしたら、だからこそ、ゼガ・ヒリも、彼らを説得しなければならない。粛清せえ、粛清。彼らは要請に向かった神殿騎士を介して、責任者で我々との直接交渉を要求しているキデにも同行を頼めるだろうか。私にできることあれば何でも。申し訳ないが、我々がファルコンネストを離れている間、一つ頼まれ事をしてもらえないだろうか。愚帝。そう、なんか、愚帝はちょっとなんか、奥にいるわ。奥にいる。来てたのね、一緒に。地に足のつかない男ではあったが、最近は特に、覇気をなくしているようでな。失恋してんじゃない？僕、どこだっけ？空島の、お姉ちゃんとこ連れてきゃいいんじゃない？ならば強引に連れ出し、警備の任につかせては見たものの、私の目がなくなればいつもサボり出すともしれん。いつサボり出すともしれんと。私に代わって尻を叩いてやってはくれないか。いいよ。切りつけてやろう、切りつけて。叩くどころか、この哀悼で切りつけてやろう。それでは心置きなく私の役目を果たしてくれとしよう。これだ。ほらほら、借金、キリキリ、働け、ほら。働け、キリキリ、働け。さすがに触れないか、これ。触れない。いや、触れないか。ダメか。あ、ほらほら、キリキリ、働け。キリキリ、働け。話しかけよう。なんで相棒だったっけ？俺様を遊びに誘いたい気持ちはよくわかるが、今はそんな気分じゃ。早速警備をサボってないかって。バカだな。忙しすぎてゲイラキャットの手も借りたいぐらいだぜ。ゲイラキャット、かわいいよね。どこにいるかな。ここにはいないかな。ちょうどいいからお前も手を貸してくれ。街の外の巡回を少し手伝ってほしい。ゴーストウルフの群れが来たらしくて、狼どもを始末してくれ。ああ。お手数おかけしますです。はい。頑張れ、オノロワくん。さて、狼退治。下だな。あ、ここの辺？
あれ？ゴースト、ゴーストさん、あ、これだ。やべやべ、間違った。間違ってはいないんだが、チョコボ出すの忘れてたぜ。出てこいや、チョコボ。俺かな？あ、戻れた。ここか。一応かいご苦労。どこもかしこも異常なしだったぜ。あ、そうかい。お前を探してる男に会った。放火事件の捜査を手伝ってた銀髪で赤眼の、誰だっけそんな。それ誰だっけ、そんな人いたっけ。あ、サンクレットか。あんな強いやつをただ待たせておくのも何かなーって思って、印をつけ忘れた場所の見回りを任せといたぜと。はいはい。サンクレットに合流か。結構奥だな。なんかこう、着流しのこのゆるがくんだと乗り物に風情がないな。何がな、どんなマウントだったらこのゆるがくんに合うだろうか。まあ、馬はもちろんだが、なんか畳みたいのないかな。畳が飛ぶみたいな。あ、サンクレットだ。倒してますね。あ、よかった、やっとお前に会えた。ここらのゴーストウルーフは討伐した。そこの連中は和平の式典とやらを見物したいだけだそうだ。俺はお前の手伝いをしたくてな。彼女また面倒事を押し付けられた、れてて、え、押し付けられてたんじゃないか。あ、すまねえが、今は何も聞かずに同行させてくれ。あ、はい。異端者らしき人連れてんだな。どういうことなんだ。異端者が今度は仲間なのか。竜側の人間なんだもんな。ん、これ戻る、戻るのか。サンクレットと無事再会できたようで何より、一件落着。あ、なんか選べと。楽しい宴。適当に休んでろと。弊社の1階が臨時の食堂。サンクレットは街を見てくれ。じゃあご飯食べよう、ご飯食べようっと。なんでカットシーンが入るんです、ここで。あ、なんか
ぐでんぐでんに倒れてる人がいるのと、あとめっちゃチェーンメール着ながら食べてる人もいる。いらっしゃいませ。よかったら空いてるお席にどうぞ。なんか重要なシーンなんだな。そうすると喋ったということは。外は寒かったでしょう。式典を祝してサービスするから温まってくださいな。お料理は少しお待ちくださいね。何せ大にぎわいなものだから準備が追いつかなくて。みんな平和の兆しが見えて嬉しいんだわ。ずっと戦いばっかりだったから。私だって少しでも式典開催を後押ししたくて、いても立ってもいられずにここで働かせてもらってるんです。恋人をドラゴン族との戦いで亡くして、とても悲しい思いをしたから。戦いが終結に向かい始めるのが嬉しくて。明かりがなんか白いのが気になるよね。なんかこういうあの淡いオレンジ的な光じゃん、普通ランタンとかって。あら、もう眠たくなってしまったんですか。ずいぶんお疲れだったようですね。盛られてんじゃん。何してんのこれ。まあ、あれだけ大きなことをなせば当然か。やっぱ竜に恨みを持ってる人たちがいるってことだな。旧国の英雄さん、盛られちゃいましたか。バタッ。しばらくお休みになっていてください。これ以上余計なことをしなくていいんです。全部お前のせいだ。恨まれてますね。ごめんなさいね、お恥ずかしいところ。ここには息子たちが眠っているの。勇敢にドラゴン族との戦に出てみんな行ってしまったわ。お気持ちはとてもよくわかります。そう、あなたも戦で大事な人を亡くしたのね。ここに来ると泣いてしまうと分かっていても、なんだか来ずにはいられなかったの。例の真実が明かされて、近頃のコートではドラゴン族との融和がしきりに説かれているでしょ。それは素晴らしいことだと分かっているのだけれど、どうしてでしょうね。人と竜の和解が進むほど、戦に散った息子たちのことを忘れろと言われているようで、寂しくて悔しくて。
信頼のおける同志はこれだけか。ドラゴン族との融和政策に反対する者も少なくなったものだ。仕方があるまい。アイメリク卿が提案した政策はさも最良に見えた。利益のみで道を選ぶ連中は皆並行して突き従おうよ。だが俺は違う。今でも竜に殺された兄弟が夢に出ては竜を許すなと言うんだ。あいつらが浮かばれるまで戦いを続けたい。そもそもこれまでの歴史が嘘であったというのなら、融和の先に掲げられた繁栄も本当かどうか怪しいものだ。融和に前向きなドラゴン族などこの千年間現れたことがなかったのだぞ。劣勢を悟った竜がアイメリク卿を騙したに違いない。でも融和を望む機運はもはや私たちに止められるものではなくなっています。今度ファルコンネストで行われるという竜と和平のちぎりを交わす式典、それが無事に済めば行く末は決定的となるでしょう。それなら式典を阻害すればいい。私はやります。この命でみんなが戦う意志を取り戻すなら十分です。おいおい、起きろ、目を覚ませ。大丈夫か？少しばかりまずいことになった。ともかく外に出るぞ。床に放置されてたんですね、ユルガ君。イシュガルドの民よ、我々は融和という偽りの安息を拒み立ち上がらねばならない。思い出せ、竜に腹渡を食いちぎられた親類よ。思い出せ、戦地に旅立ち二度とは戻らなかった友を、恋人を。この地が悲しみに凍ることなく巡っているのは、奪われたことに怒り戦い続けてきたからだ。イシュガルドの民、その強さは竜との戦いのみに生きる。おい、何を突っ立ってる。早くあいつを止めろ。はい。当たっていく。見ろ、これが現実だ。奴らは意にそぐわない事実を消していく。民はまた騙されて都合よく使われるだけだ。民を戦場へと導き、我々から愛しきものを奪っておきながら、のうのうと融和を解いて復讐の機会さえも奪おうとする。クソくれ。戦だけが、竜との戦いだけが唯一の希望なんだ。我々から、私から
何してるんだよ。殺せだなんて俺は一言も。しかし違う、俺が命じたわけじゃない。本当だ、俺はただ本当にそのつもりじゃ。ひどい惨劇だった。ドラゴン族との融和に反対する一派が責任者の不在を狙って暴動を起こしたと。山寺は話ができる状態じゃなさそうだが、伝令が飛んでいたから間もなくルキアたちが引き返してくる。共に式典を見に来ていた妻が暴動に巻き込まれた。反逆者どもめ、絶対に許さんぞ。まったく愚かな連中め。これどこだ？上か？うちの方。あ、いた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 。女の子に向かって矢をいらせたのって。で、フォルタン家の宝刀息子だったんだろう。昔からいい噂は聞かなかったが、ありゃ最悪だな。なんだか急に夢から覚めちまった気分だよ。暴動に賛同するわけじゃないけど、あの女性の言葉はざっくり胸に刺さったよ。本人は本当に刺さってたけどな。それにしても教皇庁への立てこもり事件に続いてこんなことも起きるなんて、最近のイシュガルドはどうしちゃったんだい。リュウと和解していくのは本当にいいことなのかな。こっちの方。どこか。あ、いたいたいた。そっちはどうだった？こちらも目立った騒ぎこそ起きていなかったが、やはり明るく元通りとはいかないようだ。罪のない犠牲者を出している以上、暴動を起こした反乱者たちは咎人に過ぎない。エマネーランの対応も間違ってはいなかった。人の気持ちは善悪だけで割り切れないもの。誰もが失う悲しみを知る国だからこそ波紋は広がる。過去に縛られた心は動かすのに苦労するからな。なんかもらえる。240。弱いみたい。そろそろルキアたちが戻ってきている頃、報告しに行こう。盛られたのは睡眠薬か。どこだい？ここだい。あ、ここだい。事情は聞いている。貴殿らを巻き込んでしまっても申し訳ないと。正直なところどうなんだい。暴動を起こした反乱者は救助として、潜入していた首謀者の女も含めて数名。一部は捕獲できたが、大半は静止しようとした騎兵と剣を交えて死んだか、捕らえられる間際に自害した。警備に当たった騎兵側も死傷者が出ている。唯一の救いは市民に大きな被害がなかったことくらい。
首謀者の女についてはかろうじて息がある状態で捕獲したが、命を取り留められるかどうかは非常に危ういと。私たちに直接交渉を持ちかけ、町の外へおびき出したのも暴動に加担する者たちだったらしい。ああ、そうなんだね。イシュガルドが変わることに抵抗を持つ者たちによってな、まあそれはそうだな。根深い問題。お世辞にも雰囲気がいいとは言えないな。市民たちがそんなことを見回ってくれたことを憎る。アイメリク様の尽力が実って、やっとここまでこぎつけたというのに、変革とは本当に難しいものだな。アイメリク教の政策は正しいと私は今でも思っている。彼が変革の先陣を切る姿にこの胸は打ち震えたし、心から賛同した市民も多いはず。だが私たちは悲しみに足をすくわれた。変革が見せる希望はまだ民を過去から解放できるほどではないかもしれない。否定できないなと。一部指示を直に見ていた貴殿らからもアイメリク様への報告をお願いしたいのだが、頼めるだろうか。いいよ。エマネラン、お前もコートに戻れ。いいのかよ。勘違いするのはお前のためを思っているのではないと。邪魔だと言っている。ラジャ。そういえば、従者の坊主はどうした？帰るなら声をかけてやるべきだと思うが。そういえばいないね。あれ、どこ行ったんだ？不穏ですね。不穏ですね。捕まっちゃったかな？あれどこだ？見えないんだが、見えないんだが、この辺。違う。木人がいる。木人ではなく、あれマジでどこだ？あれ？この円範囲はこの辺だよな。どっかの建物の中かな。入れる？入れない。上って出てる。ここではないんだ。ここよりちょっと上なんだ。この辺。あ、誰かいるけど。締め出されてますね。締め出されてますよ、この人。もっとこっちか。この中の方かな。あ、いた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 。あれ、どうしたどうした、行き倒れてますね。おのろは、嘘だろ、なんでこんなに傷ついて、おい、おのろは、エマネラン様、母、元気になられたんですね。よかったです。はい、元気だよ。俺はいつだって。それよりお前どうしたんだよ。申し訳ありません。式典のお客様たちが口々に帰ろうとおっしゃったもので、どうにか止めようと思いまして。はい、だけど僕の頼み方が悪かったのでしょう。皆様とてもお怒りになり。バカ、それはお前のせいじゃなくて俺の。大丈夫ですよ、エマネラン様。
旦那様やアルトアレール様、皆様がやろうとしていることを僕は信じています。あの女性が言ったように、悲しい記憶は消えませんし、悩みを抱くことは多いでしょう。でも踏み出した先の明日はきっと楽しい。それを教えてくれたのは、僕を散々振り回したエマネラン様じゃないですか。オノロ、落ち着け。気を失っただけだ。早く暖かいところで手当てしてやるんだな。くそ、なんで、どうして何もかもうまくいかない。変革を進める兄貴たちも、さっきの反対派の奴らだって、本音は幸せに笑っていたいだけだろ。なのに、漏れなく全員、不幸面だ。俺は一体、どうすりゃいいって言うんだよ。うんざりだ。誰か代わりに、正しい道を選んでくれ。いや、早く運んであげた方がいいんじゃないかな。誰かに判断を委ねるのは構わない。だが、その生き方を選んだ結果は、必ず自分の周りに返ってくるぞ。お前に何がわかる？英雄の一味で、自分で何でもできるお前に何が？何でもなんてできるものか。俺は自分が一番大事にしていたものすら手を差し伸べることもできずに失った。だからこそ死ぬ気で歯を食いしばってここに来たんだ。どれほど痛もうが、終わらせたくないものが今の俺にはあるからな。え、誰も運んでくれないんだけど。オノロさん、投資しちゃいますよ。戻ろう。だがあいつを殴ったことを後悔はしないぞ。きっと一発だったね。何をやってもうまくいかず、周りを思っているのに失敗ばかり。適当な態度で格好つけては現実を騙そう、ん？かわそうとする。そんなあいつの気持ちがわかりすぎるからこそ腹が立つんだ。立ち向かわなきゃならないんだよ、俺もあいつも。だって、武器もらえるんだな。全部。ちょっと待って。装備試着。とりあえず光ったりはしないな。鞘はなんか竜が巻きついてる感じかな、これな。見た目的にもらうかどうかだよな。シャキン、シャキン。これ所持状況は持ってない。極円とお金だと
2000円ぐらいか。これもらおう。もらって見た目装備として置くか。またもらえる。今度は違うジョブですね。なんだろうね、これ。何かあるのかな、これ。あの様子なら、オノロアは、エマネランが見るだろう。見とってどうすんだ、見とってどうすんだ。俺たちはアイメレク教に、報告をするんだったな。コートへゴー。コートへゴーだわ。違う違う。イシュガルドな。今の刀の方がでも赤いしな。最近刀身もちゃんと白い感じでいいからな。どこだっけ。誰？エドモンの本田いる。待っていたはずだった。外力は聞いている。本当に申し訳ないって言ってる。我が息子がしでかしたことを、従者不詳あことと従者不詳の方を受け、私も詳しい事情を聞きに参じた。これこれこういうわけで、こうなりました。サンクレットがめっちゃ殴ってたよ。それが暴動の真相、なんとも胸の痛む話。共感できてしまうからこそ恐ろしい。この一件が広まることによって、立たれてしまう。イシュガルド変革の希望が。そうはさせない。復讐のみが生きる道だなどと、もう誰にも言わせるものか。アイミルクさん、過労で死んじゃうんじゃない？確かに、強く変革を求めることは、これまでの過去を否定するのと同じこと。傷ついた民ならば、やりきれない思いも抱こう。だが、イシュガルド千年の戦いの歴史や、そこに散った数々の命は、決して無意味になりはしない。戦いは辛く悲しいものだったが、そこで培った強さがあるからこそ、我々は明日を生きられる。過去を背負っているからこそ、前に進むのだ。賠償金いただけますかね。変革の意志は揺るぎないようですな。確かに、その思いが、民の心に刻まれていれば、暴動の剣が広まろうとも過去に囚われはしますまい。うん。民の心動かす何かが必要なのでは？なんだろう。お金かな。家を買えるお金600万ギルぐらいかな。私はそれぞれの民が失ったものの代わりにはなれない。だからこそ、神聖イシュガルドらしい方法で、ついできた命や強さを誇れるよう模索し続けたいのだ。提案がある。先日、我が国のエオルゼア都市軍事同盟を復旧を記念して、四国で、合同演習、模擬戦をしないかと打診があった。あ、これ何？四国になる。フロントラインが四国になったら面白いけど。先に、微増部にルートの式典として式典をと思い保留にしていたが、式典をしばし延期し、この合同演習を行ってはどうか。ただ騎士の力を見せつけようというわけではないと。
イシュガルド軍たる混成軍を結成する。この混成軍が三国グランドカンパニーに勝利すれば、建国以来、貴族主導で竜と戦い続けてきた我が国にとって全く新しい未来を象徴する快挙となろう。ああ、皆少なからず感じいるものがあるでしょうなと。よっしゃ、フロントラインに参戦しようぜ。息子はこたびの行いにより、民の信頼を大いに損なった名家と呼ばれていた貴族でも、国のためには等しく剣を取るのだと、やつ自身の手で示させてほしい。うん、すまないが、開花のルキアに事情を話し、混成軍の編成を進めるよう伝えてもらえないだろうか。合同演習の開催の段取りを整えるとしよう。エマネランを見かけることがあれば、やつに事情を伝えてやってほしい。やつのことだ。今私を避けるだろう。貴殿の方が先に見つけられるかもしれない。言っとく。合同演習ね。なるほど。どの道正解がない問題ならば、それもまた道かもしれないな。正直なところ感心したよ。やっぱりお前はそういう宿命を持っているのか。いろいろ頼まれてたがどうする？このままイシュガルドの変革に付き合うつもりかい？共に託されたからな。なるほどな。誰を思って言ったのかは、あえて聞かないさ。あ、俺もその気持ちはよくわかるし、とことん付き合うぜ。自警団を率いているのは以前あったヒルダか。混成軍を編成して、三国の演習に混ざって合同演習。ヒルダどこにいる？おや？今出てきたとこにいた。あ、ルキア。まずルキア。ぴょん。混成軍を編成しろと命令されておりますよ。合同演習を執り行うと、三国から申し入れがあったことは知っているが、まさか民を鼓舞するために利用しようとは。うん。事情はすべて了解した。合同演習に向けて、神殿騎士団から精鋭を選出しよう。自警団の方は？サンクレット殿が事情を伝えに行ってくれてるのか。助かるぞ。それならば、話は早そうだ。書簡をヒルダに渡してくれと。書簡をヒルダに渡しに行こう。ん？どこだろうそれ。こっちの方で合ってるかな。これのちょい右。どこだ？こっちの方。えいっ！で。サンクレットから事情は聞いている。同盟国相手にイシュガルドの底力を見せつけ、みんなを沸かしてやろうってんだろ。わかりやすくていいじゃないか。自警団からもとびきりの猛者を出すよ。しかし、人数やら装備は。お、ルキアのまとめてくれた書簡かい？助かるよ。これで滞りなく準備が進められそうだ。自警団の中であんたは人気者なんだ。それが一枚噛んでくれるとなりゃ、立候補も多いだろうよ。残る候補者はエマネランか。まともに話を聞いてくれればいいがな。エマネランに会いに行く。
ちじゃないんだ。ここ伯爵邸ではなく、お前かよ、心配しなくても。おのろわならちゃんと屋敷まで運んだぞ。よかったよかった。五度演習だ。そこに俺も参加しろって。親父のやつまた勝手なことを。反抗期かな。冒険者っていうのは進む道を自分で決めるんだろう。そういう生き方辛くないのかよ。名家の次男に生まれて、できることもできないことも最初から全部決まっていた。迷ってるうちに周りはどんどん立派に主張しだして、俺焦ったんだ。ドイツの主張も正しいような気がしてくる。考えるほどわけがわからなくなった。だから、できる奴が最適な道を選んでくれるまで、いつも通りにして待ってるのがいいって思ったんだ。なのに、あいつに殴られた後がいつまでも痛いんだよ。俺が全部悪いわけじゃないって自分に弁解しても悔しくてムカついて最低にかっこ悪いんだ。ちゃんと自分で話を聞いて自分で答えを出す。俺をアイメリク教に取り継いでくれないか。神殿騎士団本部で待っている。え、お前自分で会えよ。なんでか部外者に取り継ぎを頼むんだよ。ここ取り継いでほしいんです。アイメリク教合同演習について話を伺いました。一つ質問をさせてもらいたい。何だろうか。いくら民の気持ちを前向きにできたとしても、変革に心の折り合いがつかない奴は絶対にいるはずだ。そいつらは変革の騎士であるあなたを恨むだろう。それでもあなたは進むっていうのか。何を信じたらそんなに強くいられる。粒子戦争が続く限り新たな悲しみが生まれ続け、この国はいつまでも悲劇の連鎖に囚われたままだ。連鎖を断ち切るためには変革の一歩を踏み出さねばならない。その点においては前教皇、私の父に共感している。だが父は国を愛せど民を信じなかった。故に己の力のみで変革を行わんとし、道を誤ったのだ。エマネラン教、私はイシュガルドに生きる民を信じている。変革の嵐を皆の力で越えていけると信じている。だからこそ真の変革のためいかなる痛みも受ける覚悟だ。かつて友であった者の屍を踏み越えることになろうとも、決して立ち止まりはしない。どいつもこいつも強すぎだろ。けどあなたの理屈は俺にもわかる。ここの連中はみんないい奴らなんだよ。本当はさ、俺が引かせた弓が
誰かの心に影を落とした分、今度はみんなを笑顔にさせてやりたいんだ。このエマネランド・フォルタン、イシュガルドの明日のために剣を捧げさせてくれ。どうか頼む。その心意気、しかと胸に刻ませてもらった。合同演習への参戦、こちらからもよろしく頼むぞ。イシュガルド勢の指揮はどなたにお任せか。私が直接参戦し指揮を取ろう。強行代行である以前に、私は神殿騎士団総長だ。この任務を他の誰かに譲るつもりはない。威信をかけるとあらば、いよいよ負けられませんな。総長率いる神殿騎士に自警団、そして名家から我が息子、今のイシュガルドらしい最良の布陣でありましょう。いや、あと一人欠かすことのできない盟友がいる。あ、すいません、違います。君は国家団です。国家団なんで。自由の翼を持つ冒険者だ。それでも今日まで我々と共に苦難に立ち向かい、誰よりも痛みを分かち合ってきてくれた。私が君を唯一無二の盟友だと思っているように、君がもし我々を友だと思ってくれているのなら、どうか共に戦ってはくれないだろうか。君が他国のグランドカンパニーに属しているのは承知の上だ。名手殿には私から義理を通そう。だからもう一度私と戦場をかけてほしい。断れない雰囲気ですね。じゃあレンタル遺跡でお願いします。ありがとう。これほど頼もしいことはない。必ずや勝利して、その先に見える希望を共に分かち合おう。全く惚れ込まれたもんだなぁと。合同演習の結果を決める大きな要素になる。だからこそ人軍に誘ったと考えるのが妥当なんだろうが。あの総長殿と来たら、お前がうなずいた時心底嬉しいって顔したもんだ。あれは意外と嘘のつけないやつなんじゃないかな。俺もここまで来たからには参加したいが、さすがにそれはやばってものだな。お前が信じた仲間たちを全力で導いてやれよ。あ、これは暁のメンバーは参戦しないのかな。そうすると、2000円よりは何かもらっといた方がいいか。ナイトのシールドだ。シールドだけシールドだけなの。試着してみよう。へえ、いらないな。でも、そうだよな。まあいいか、お金だけもらおう。直近で使う条文がないんだよ。生ともらえる。貴公子のもらおう、これはな。次は貴公子のをもらおう。なんか、喜んでるやつ。勝利を喜ぶ。やったぜ。これはもう、勝利確定してんのかな？そうすると。勝利確定してるぜ。
アイメリックス様からの伝言だ。合同演習の開催が正式に決定。民の関心も否応なしに高まるだろう。戦いの準備を整えたら君も大神門前に集合。サンクレットも観戦しに来ると。大神門前。大神門ってあれだろ？クルザスの通ってきたとこだな、多分な。ここ。他の連中はみんな準備万端らしいぜ。俺様もだだだだだだだ大丈夫だ。今回の合同演習はイシュガルドの同盟復帰記念でもあるから、ウルダハ、グリダニア、リムサロミンサの合同軍が俺たちイシュガルド軍と手合わせするって形式らしい。じゃあ一応あれなんだ、4スクミみたいな感じではなくて1対1なんだね。あ、始まった。ここに、他の陣営来てないのこれ、ここに。あ、不滅隊だ。不滅隊だろ？あれ？不滅隊国家団、奏者党。じゃあいいか。始めよう、始めよう。親父からお前に装備の差し入れがある。装備の差し入れ？一部の装備に特別な外見が反映されます。性能は現在の装備のまま変更されません。あ、見た目が変わる。何？着流しじゃなくなるのかな？あ、なんだっけ、パパちゃんだっけ、なんだっけ。名前忘れちゃったぜ。よし、今回の模擬戦についてルールを確認しておこう。これよりあなたが協力するイシュガルド軍とウルダハ、グリダニア、リムサロミンサの三国同盟軍で模擬戦を行います。今回の模擬戦では敵を倒すごとに自軍に対して戦術点が加算されます。この場合、イシュガルド軍に戦術点が加算されます。多くの敵を倒し先に100点稼いだ方の勝利ですよ。なんだなんだ、なんかライン引かれてるけど、これゴムかな、ゴムかな。あんまり近づきすぎると後ろに引っ張られるのかな。模擬戦中は審判者によってそれぞれの軍から戦術目標となる人物が選出されます。自軍の旗と線で結ばれているのが戦術目標。通常敵を1回倒すごとに1点加算されますが、戦術目標を倒すと10点が追加加点されます。戦術目標に選ばれている間は支援魔法をかけられるためダメージ低下の状態となります。バフが効いてるってことね、これね。硬いと、味方の戦術目標を守りつつ敵の戦術目標を優先的に狙っていきましょう。
ということだ。勝つぞ。まとめたね、まとめたね、ということだ。じゃあ行こう。これ見た目もらえんのかな、見た目装備。これこっちは参戦しないのね。それ危なくない？準備は整ったのじゃな。では至急全軍に通達せよ。七尾様はそれ落ちちゃう、落ちちゃうから危ないから、それ降りた方がいいんじゃないかな。これよりエオルゼア都市軍事同盟合同演習を開始する。なんかいっぱい出てきたね。線ついてんなんていねえけど。あ、いるな、こいつだ。我が友のために。あ、ティフィンだったか。甘いんだよ。あ、また生まれてる。次どこだ、次こっちか。どいつ、こいつか、こっちだ、こっちだ。いけ、死ななかったよ。あれ、どこだ。あれ、剣がない、剣がないです。めっちゃ逃げてる、めっちゃ逃げてる。ルキアを守れ、ルキアを。じゃあな、ピピン。やべ、ルキアが落ちるぞ。これ最後はやっぱり誰と一騎打ちだ。ラウバーンか。ラウバーン、ラウバーンじゃないの。あれあれ、あ、そうだね、演出上ラウバーンと一騎打ちになる最後は。あれ、なんか出てきたけど。
君に大型の単眼族出現止められません。よりにもよってこんな時に。よし、みんなで倒そうぜ。あ、サンクレットがね、邪魔すんなと。やべ、昇竜拳で一撃でノックダウンですね。模擬戦続行。ラウバーンを打ち取れとね。強すぎない。ああ入れなくなっちゃった。入れなくなっちゃったぜ。無粋な手出しは不要。北本は存分にやり合ってみたかった。敵腕で大丈夫ですか。じゃあ見せてやろう、アイテムレベルの差というものをな。ブラッドバスター使っておく。何？これは？やべやべ、なんか壊さなきゃいけないやつ。ないか、大丈夫か。一応軽減をつけ使っとこう。じゃあな。しまった。逃げたつもりが当たっちゃったぜ。しかも二重になってるところに、一番ダメージ食らうところに。よし、もう一なんかあるか。新ラウバーン出てくるかな。あいつ、まさか勝ったのか。じゃあ、もしかして、俺たちの。ああ、我々の、イッシュガルドの勝利だ。
安心せい、峰打ちでござる。本当によくやってくれた。君は最高で最強の盟友だ。意外と撤収が早かったね。はい、解散解散みたいな感じで。すげえ、なんだよこれ。胸の奥が熱い。こんなの初めてだ。頑張ったって、どうせ大したことはできないって思ってた。なのにこいつらと剣を振るったら、同じものを目指したらやれるって力が湧いたんだ。こいつハイになってやがる。そうさ、俺たちは千年の間こうやって生きてきた。戦いの伝統も立ち上がる強さも竜と戦うためだけのものじゃない。踏み出した先の明日はきっと楽しい。伝わるかな。まだ泣いてる奴らにも。実に良い模擬戦であった。負けたのは悔しいが、今はそなたらの健闘を大いに称えよう。お褒めの言葉、ありがたく頂戴いたします。うむ、イシュガルドの民は強い。それは固い絆によるものだと、この一戦からでもよく分かった。だからこそ忘れないでほしい。今や我らとてエオルゼアに生きるそなたらの同胞なのじゃ。同盟への復帰、改めて歓迎するぞ。それにしても、あの冒険者がイシュガルドの盟友として参戦するとはな。あの者は友として我々の願いに沿うてくれただけのこと。お咎めになるのなら、どうか私を。咎めたりはせぬ。こちらもそれゆえにラウバーンを出した。実に名勝負であったと言えよう。わらわはただ、イシュガルドはこうして変わっていくのかと目を見張る思いだったのじゃ。先頃まで門戸を閉ざしていた国とはとても思えぬ。粒子戦争が終焉を迎えれば、イシュガルドはさらなる争点へと羽ばたくでしょう。今度こそ民自身の力で。そなた、もしや。いや、変革の道は険しい。わらわは身をもってそれを学んだ。それでも帰国の行く先にどうか栄えあらんことを。予想にたがわぬ活躍ぶりだったらしいな。お疲れ。無事に勝ったようで何よりだ。これでイシュガルドに吉報が。やられたのかい。ああ、別に大したことはなかったさ。お
前が選んだことをとことんやり抜けたならそれで十分だ。まっすぐ進めよ。その行く先を信じたから彼女はお前に真実を託したんだ。そろそろ我らも撤収だ。その前に綺麗に礼をさせてくれ。実に気持ちの良 い戦いだった。コロセウムでアラミゴの猛牛の名を馳せていた時もこれほどたぎる、熱戦は経験したことがないよ。強くなったなユルガ。では行くぞ。ナナモ様を無事に王宮へお連れするまで断じて気は抜くなよ。ピピン。はい、父上。あの子のことパパさんだと思ってたわ。パパさんって誰だっけ？思い出せない。ラウワン局長とは話せたかい？俺も局長とはそこそこ長い付き合いだが、あんなに楽しそうなあの人は初めて見たいよ。エオルゼア全体がまた一つ強くなるかもな。よし。貴公子のこれをもらおう。まだ、あれか、60装備は装備できないが。喜ぶ覚えた。喜ぶ覚えたからちょっと使ってみるか。エモートする、喜ぶ、あ、これだ。シャン、え、なんか喜んでないけど別に喜んでないけど、どういうこと、どういうこと。これ侍だからこういう動きなのか。別ジョブだと、別ジョブだとどうなるんです。リモートする。あ、ジョブごとにあるんだ。へえ、へえへえへえ。踊り子じゃなくて貴公子。勝利を喜ぶ。あ、かっこいい、かっこいい、いいね。だったらこれだ、あの共通パッドの方に入れとくか。勝利を喜ぶを。エモート、これをホットバーで登録。土下座はつけとかなきゃいけないんだろ。こっちだな。投げる、座る。投げるの代わりにこれつけとくか。こうしとけばバン。あ、ちょっと邪魔ですよ、邪魔ですよ見えなかったぜ。見えなかった、見えなかった。あ、消えたわ。あー、後ろに回ったわ。はいはい。じゃあもう一回な。もう一回、もう一回。え、バーンと。いいですね。ちょっと、キザっぽくていいですね。侍に戻ろう。侍。
またなんかもらえるが、これはいらないかな。民より、誰より民と分かち合わなくてはなと、喜びをな。おのろは、お前、もう大丈夫なのかよ。おかげさまで息災です。はい。あ、ごめん、飛ばしちゃったぜ。そっか、たく、この野郎、従者のくせに俺様を心配させやがって。おさあ、存分に褒めやがれ。すまない、私が出遅れている間に随分な事件が起きていたのだな。フォルタン伯爵に話を伺って、せめて出迎えをと思ってね。こたびはよくぞ勝利を収めてくださった。合同演習にて我がイシュガルドが勝利したと伝令が早速コート中に知らせましてな。皆大変な熱気に包まれておりますぞ。エオルゼア都市軍事同盟に復帰した日を思い出し、希望を取り戻した者も多い様子。まさに一陣の追い風が吹いているわけか。アイメリク様、今ならば。至急ビゾーブニルに使者を。ファルコンネストの式典準備も再開してくれ。粒子戦争の終焉に向けて今こそ青龍の眷属と和平の契りを結ぼう。はっ。アルトアレールがファルコンネストに残っております。私からも連絡を入れ、急ぎ式典に備えさせましょう。エマネラン、お前も手伝うのだぞ。イシュガルドの歴史がまた大きく動くかもな。ヤシトラたちにも声をかけておくとしよう。君にはいくら感謝をしても足りないほどだ。まずは式典の成功をもってその功績に応えよう。改めておかえり。あのラウワン局長と白熱の戦いをしたそうじゃないか。それを私もぜひ見てみたかった。ミンフィリアのことについてタタルには説明をした。他のみんなには途中で手がかりを見失ったと伝えてあるよ。それからずっと一人で考え事をしていたんだ。君と合流するとつい頼ってしまいそうだったからねと。ファルコンネストへ行こうと。式典を見にな。ファルコンネストって
合同演習にあたり弟が世話になったそうだな。進みは予想以上。式典が始まるまでアルフィノ殿と待っていてくれ。今度こそのんびり。どんな。ではまたもらわれちゃうんじゃない？大丈夫かな。このまま開始の時間を待つかい？このまま待機する。ではここで開催を待つとしよう。いっぱいいる。そろそろ約束の時刻、ビゾーブニルが来るはずです。そうだな。あら、生きてた。ああ、彼女は例の先日この場所で暴動を起こしたものです。一命を取り留め、どうしてもというので見物を許しました。ルキア、この式典で私が用意された原稿と違う言葉を述べても驚かずに聞き届けてくれないか。承知しました。心ゆくまであなたの言葉で伝えてください。待たせたか、小さき者らよ。我らは人と時をことにするもの。多少の際は多めに見よ。ビゾーブニル、よくぞ来てくださった。まずは我々の申し出に賛同してくれたことに対し、最大限の感謝を送りたい。なあに、父祖の許しを得たゆえ我が心に従ったまでのこと。我ら竜もまた悲しみの向こうにある懐かしき記憶を胸に、人との蜜月の再来を心待ちにしていたのやもしれぬ。その言葉がどれほどの救いとなることか。我らの思いを今ここにちぎりとして刻みましょう。誓いの証人となる皆よ、聞いてほしい。人と竜をつなぐ絆が人の裏切りによって断たれて以来、双方は長らく争いの日々を続けてきた。長い歴史の中で互いに失った同胞は数知れず、幾多の悲しみが我々をまた戦へと駆り立てた。その傷は深く、決して癒えはしないだろう。だが嘆く者よ、今ひとたび己を焦がす怒りを鎮め、戦いの手を止めてはくれまいか。先行く者が戦いの末に残したのは他でもない
あなたの命だ。私はあなたと明日に歩むことで彼らの行いに報いたい。竜と人を隔てる溝は谷より深く、越えねばならぬ障害は仰ぎ見る霊峰ほどもあろう。それでも人はその短き一生を重ね、再び我らと蜜月を迎えんことを心より望むか。ああ、望むとも。そしてこの願いが再び歴史に曲げられぬよう、全ての商人の心と意志に刻んで和平の誓いとなさん。おや、これは我が父祖フレースベルグと芝ではないか。なるほど、和平の契りとするのにこれ以上のものはない。よかろう。今この時より清流に連なる子らは再び人と同じ夢を見ようではないか。どこまで落ちるか、清流の眷属よ。人と和平をちぎろうなどと同族とは思えぬ愚かしさ。聞け、人と人に組みする竜ども、次に轟く竜の方向は最後の戦を告げる合図。貴様らのすべてを祝宴の炎で焼き尽くしてくれる。その日まで恐れ嘆き絶望せよ。それらすべてを蹂躙してこそ我が怒りも晴らせよう。我が怒り、そんな、それじゃお前は。
邪竜ニーズヘッグ。全部あの邪竜のせいだ。あいつさえいなければ戦争は終わるのに。そうよ、いつまでもやられているものですか。今こそイシュガルドの宿命を変える時。あいつを倒して真の平和を。邪竜ニーズヘッグを返り討ちにしてやるんだ。倒せ倒せ、邪竜を殺せ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 。倒せ倒せ、倒せ邪竜を殺せ。今こそ邪竜討伐だ。式典の片付けはもうほとんど終わったよ。エスニアンドのとあんな形で再会するなんて、動じる様子を見せずに式典の場を収めたアイメリック教は本当に強いと思うよ。ルッキア殿から報告を受けたところによると、ビゾーブニルは致命傷を免れたらしい。よかったね。すぐに浮上の山頭へ戻り、休養を取ってるようだ。あ、飛べた。命までは奪わなかったのは、邪竜ニーズヘッグによる同族への慈悲、いや、あえての宣戦布告と取るべきだろうか。エスニアンドの、あなたが本当にニーズヘッグと化したなら、私は。何もらう？ないな。どんどん金をもらっていこう。おっと？240の意識装備か。スレイヤースカウトストライカー。私が考えていたこと、そして今後のことについて、今こそ君に話しておきたい。私たちが暁の一員であるということを抜きにして、ユルガ君と私で話したい。何を？それにふさわしい場所は、キャンプドラゴンヘッドの応接室にしよう。あの懐かしい雪の家で合流しようじゃないか。ほう。中央コーチ。逃げ延びたところな。ここじゃない、こっちか。いないなあ、いないなあって探してますよ。
でかい、なんかでかい鍋、鍋みたいなの。待たせてしまったね。ああ、これかい。ここの住民に応接室を使わせてほしいと頼みに行ったら、寒かろうと持たせてくれてね。ウルダハの祝賀会から逃げ延びて、この雪の家に来た時のことを思い出すよ。あの時励ましてくれたオルシュファン卿はもういない。旅の中で多くの出会いと別れを繰り返したが、イゼルもまた私たちを送り出すため散っていった。マトーヤ様の言葉についてずっと考えていたんだ。進むことで失うものがあるのなら、何のために進むのか。かつてクリスタルブレイブを設立した頃の私なら、迷うことなく理想の世界のためだと言い切れるだろう。だが今は失うものの重みが怖いんだ。だからこそ後悔することのないように、私が何のために進むのか自分自身に問わねばと思った。先ほどの式典でエスティニアン殿を見て、やっと確信したよ。私は友を救える男になりたい。そのためならばどんな絶望もきっと超えられる。おそらく遠くないうちにニーズヘッグの方向が響くだろう。その時アイメリク卿はイシュガルドの指導者としてかつての友を討つ道しか選べないはずだ。その決断に異を唱えるつもりはない。だがアイメリク卿が選べないからこそ、私はエスティニアン殿を救う道を探したいんだ。可能性などないに等しい困難な道だろう。だから同じエスティニアン殿の友である君の力を貸してくれ。必ずエスティニアンを救おう、友のために戦おう、救おう救おう。ああ、必ずだとも。私たちの力でエスティニアン殿を連れ戻そう。いざとなれば私一人でも食らいつくつもりだったが、君と一緒なら、何よりも心強い。暁の賢人たちにも意見を募って、エスティニアン殿を救い出す術を必ず見つけてみせるよ。情報を集めるためにも、ひとまずコートへ戻るべきかな。タタルも心配してるだろうし、屋敷に戻ろう。石があると、雪の家からここへ移動してくると、初めて屋敷に招かれた日を思い出さないかい。今度は私が救う番なんだと。暁の皆さんも助けたいんです。まだ諦めちゃいけないって思うんです。
タタルに同感。ミンフィリアは進むことをやめない強い女性だった。単なるメッセンジャーになるとはどうしても思えない。アシエンのもたらす危機、オールザーにくすぶる争いの火種。彼女が託そうとした真実がまだ何か眠っている。そうだね、必ずや悲劇を食い止めよう。コンプリート、なんかもらえ。戦いに備える。ディフェンダーアーマー60だろ。60っていうことは、あ、侍とか戦士はいらないんだ。ストライカー、スレイヤー、スカウトチェストかな。スカウトが多分遠隔物理の話だろ、これ多分。違うのかな。コンプリート。戦いに備えるを覚えたんだが、まさかあんな形で式典が終わるなんてね。エスティニアンさん、いえ、ニーズヘッグと呼ぶべきかしら。彼の中に凄まじい怨念が渦巻いているのを感じたわ。思わず震えてしまうほど恐ろしい怨念だった。千年もの間人と戦い続けてきたのにも納得よ。あれほどの危険と隣り合わせなのがイシュガルドのエオルゼアの日常なのね。なるほど、マトオヤ様が釘を刺すわけだわ。真の願いを見失っていないかという問いのこと。あれはマトオヤなりに激励していたんじゃないかしら。だから私は進み続ける。あらゆる戦いを超えてマトーヤが求めた世界の真理をマトーヤよりも遠くまで見るために。もしかしてそれがヤシトラの目的だったの？おかしいかしら。全然、あの師匠にしてこの弟子ありだわ。あら、出てきた。そしてそれを見ているサンクレット。闇戦な。かくして運命の歯車はそれぞれに回り出し、このイシュガルドをも大きく動かさんとしていた。誰もが癒えぬ傷を抱きながら渇望した未来へと歩み始めたのである。それは同時に避けられぬ決着の訪れでもあった。邪竜ニーズヘッグによる宣戦布告、粒子戦争の終焉に向けて戦端が開かれようとしていた。
ともかく今後も警戒を続けよう。鉄仮面の部隊についてもまだ信用はしきれない。絶対に先走るなよ、イラ。あ、今度はお面つけてるから顔がちゃんと映ってるってことかな。なんだろう、隠すほどのことなのかね。これか、ちょろちょろ出てくる鉄仮面とは何なんだろうね。終わった。これ多分なんかの区切りなんだろうね。エモートなんかもらったろう。エモート戦いに備える。あ、これもそうするとジョブごとにあるってことか。これもどっかにつけれるかな。おっと、あ、ちょっと待って、ね、ホットバーへ登録。ベジョンのとこに置けるか。いらんもんな。暗黒じゃなくて戦士だと、ちょっと、トマコロの前に出てな。なんか見栄を切ってますね。歌舞伎かな、歌舞伎かな。貴公子、ポホン。あ、でだ、貴公子。58だからもうちょいなんだよな。これもらったやつは、これ貴公子が切れるやつだな、多分な。分かっ、あ、違ったー間違えたぜ。刀剣士か。違ったわ。間違えた。ストライカー、なんだっけ、レンジャー的な、レンジャー的な、なんだっけ。よくわかんなかったけど。とりあえず聞こうし、これ。間違えたわ。こっちこそ、あ、レンジャーか。これだろう。今度こそこれだろう。アルフィのどこにいるの？え？あ、ゲートキーパーこっちか。少しばかり付き合ってもらいたいのだが、時間はあるだろうか。ちょっとだけね。ちょっとだけね。ビゾービヌルが襲撃されたとき、あのとき、女流の影は一時的に竜騎士の姿、つまりエスティニアン殿の形をとって襲撃を行った。私はここにこそ、彼を助ける手がかりがあると思っているんだ。そこでエーテル学に詳しいヤシタラやクックルルさんに助言を求めたいんだが、彼女たちから話したいことがある。
吉虎さんとクルルさんが石ガルドまで来てくれているのです。待ち合わせ場所の忘れられた騎士邸まで行くです。それじゃあ早速3人で出かけようと。待たせてしまったかな。平気よアルフィノ君。ここのマスターさんがスパイスワインを勧めてくれてね、風味豊かな味わいを楽しんでいたところなの。ギブリオンさんのスパイスワインは薬効で体もほかほかになる、まさに絶品なのです。確かに美味しかったわね。でもワインの品評よりも重要な話があるんじゃなくて。そうね。それじゃあ本題に移りましょうか。エスティニアンさんのことなんだけど。何か分かったのかい？ちょっと焦らないで。まずは現時点で判明している情報から整理しましょう。魔大陸での出来事を思い出してちょうだい。確かあなたはこう証言していたわね。エスティニアンが二つの竜の目を手にした直後、突如として苦しみ始め、邪竜の影と化してしまったと。確かにファルコンネストに現れたエスティニアン殿の鎧には竜の目らしきものがついていた。そんな生優しい状態ではなさそうよ。私が見たのは、竜の目から発する魔力が複雑に絡みつき、エスティニアンのエーテルをほとんど覆い尽くす様だった。そんな、エスティニアン殿は完全にニーズヘッグと化してしまったと。だからそう結論を急がないの。ヤシトラさんも言ったでしょ、ほとんどって。私もあの場では圧倒されてしまったけど、確かに邪竜の影には違和感を感じていたのよ。でもヤシトラさんの話を聞いて確信したわ。あの違和感の正体は邪竜が放つ怨念の感情に沈殿した別の意志の痕跡なんじゃないかって。それじゃあ、私が見たかすかなエーテルの輝き、クルルが言葉の壁を越える力で感じた違和感、それはエスティニアンの魂の存在を示している。竜の目を引き剥がすことができればエスティニアン殿を救えると。それはわからないわ。一つの肉体に同居した人と竜の二つの魂を分割したことなんて、ここにいる誰もがないのだから。それでも希望があるなら私は諦めない。絶対にだ。アルフィノ君、確かに希望はあるわ。でも注意してちょうだい。うまくいって竜の目を切除できたとしても、エスティニアンさんの魂が耐えられる保証はないわ。引き剥がした人が新たな邪竜の鍵にされないとも限らない。危険は承知の上さ。辛抱強くチャンスを待ち、竜の目を引き剥がす。あとはエスティニアン殿の魂の強さを信じるだけだ。
こちらにいらしたのですね、皆さん。フォルタン伯爵邸に神殿騎士団よりの使いの方がいらっしゃいました。アイメリク様がお二方と面会したいとのことです。はい。アイメリク卿が？了解した。わざわざ伝言を届けてくれてありがとう。それじゃあ私たちは任務に戻るわ。わかった。こちらの件は任せてほしい。ヤシトラ、クルルさん、いろいろとありがとう。それじゃあ先に神殿騎士団本部へ行っているよ。アルフィノ君、ちょっと焦ってるみたいだからよろしくね。あくまで友を救うつもりか。さて、どう動く我が子らよ。ファルコンネストでの記念式典は人と竜との交流の再会をことほぐものとなるはずだった。しかし青の竜騎士の体を奪った蛇竜の影の介入により、式典会場は竜の血に染まってしまう。かくしてイシュガルドの民は竜騎戦争の終結にはほど遠いという現実を思い知らされたのである。恐怖を裏返した熱情に煽られ、皆が口々に叫んでいた。蛇竜を倒せ、蛇竜を倒せと。それにしても一体どんな要件なんだろうか、気になるところだな。これです。これで合ってるはずなんだけどな。よし、気候し踊り子。 OKOK、これはアーマリーチェストに入れとこう。そのうち60になったら切れるように。よし、他はどっかに捨てておこう。軍票に変えてもいいけどな。刀か。刀はこれはミラージュドラッサーにぶち込んでこよう。ちょっとレベリング、デイリーレベリングでレベル上げていかないと切れないぜ。あれ、これクエスト受けれるのかな、貴公子で。あれ58だけど、もしそうならこうしてはいられないぞ。早速早朝室に向かおう。いつコンテンツファインダーが来るかわからんから、貴公子の姿で話を聞こう。来てくれたか、ご両人。
邪竜の件で何か動きがあったのですか？いや、例の式典からというものを総力を挙げて捜索を行っているのだが、音沙汰なしだ。竜騎士団から精鋭を選出し、ドラバニア雲海の強行偵察を行わせたが、成果はなかった。残念ながらな。そうでしたか。だが、邪竜自身が敵地に乗り込んでまで宣戦布告をした以上、近々動くつもりなのは間違いあるまい。我々としては邪竜が動きを見せていない今こそ決戦に備えて準備を進めるだけだ。邪竜を迎え撃つとなれば、コートの防備を固めねばなりませんね。無論だ。四大名家を筆頭とする貴族たちの戦力に加え、ヒルダたち平民の自警団も交えて防衛計画を策定している。だが君たちを呼んだのはその件ではない。と申されますと？いかに守りを固めようと、両目を取り戻した邪竜の力には及ぶまい。対抗するには同等の力が必要なのだ。まさか。そうだ、青龍フレースベルクの力を借りたい。確かに邪竜ニーズヘッグと並ぶ存在となれば、同じ七大天竜を置いて他にありません。しかし、かの竜は。分かっている。静寂を望む青龍に助力の意思がないということは、エステニアンからの報告でも聞いていたからな。だが、たとえわずかな可能性であっても、何もせぬまま諦めるわけにはいかないのだ。どんな犠牲を払ってでも民を守ると決意したのだから。ご両人、私は邪竜との決戦を教皇代行としての最後の務めであると考えている。故にどうか不甲斐ない私に力を貸してくれ。わかりました。ご案内いたしましょう。青龍の住まう白亜の宮殿へ。雲海のモーグリ族から託されたラッパがあれば、再び青龍と会うことも叶いましょう。ありがとう、ご両人。ルキア、ルースを頼むぞ。はっ。どうかお気をつけて。立て続けの案内と仲介の依頼となりすまなく思う。しかし、コートの未来がかかっている。人と竜との争い、竜子戦争に少なからず関わってきました。ここイシュガルドにはたくさんの友人と大切な仲間たちが暮らしている。もう一言ではありません。それよりも行動を開始しましょう。白亜の宮殿で行われる、そこに向かう前に立ち寄りたい場所があるよ。高地ドラバニアの不浄の山頭に立ち寄り、ビゾーブニルに会おうと思います。青龍の動向について尋ねておこうと思うのです。
ドラバニア。起きた。ちょっとこれで59ぐらいにはなるか。いや、ならない可能性があるな。なんか食べよう。3% いただこう、3%。適当に食って。あれ？使えないんだな。レストボーナスは満タンもらってる。よろしくお願いします。ここはあれだな、毒々しい毒のところだな。これも 3% 3%マーモットステーキでも食うか。食えた。なんか壊されたぞ。ガスか、ガスの噴出に巻き込まれたか。ヒールもらいに行かないかな。食べよう。
ダメか。ゴリ押しできなかったな。あれれれあれれ。これはまずい。いろいろ、いろいろ雑なことになってるね。なお、タンクさん先に起こした方がいいかもしれんな。どうだったか。断って戻った方がいいな。落ち着こう落ち着こう。ヒールが届いてないな、なかったかな。
あ、もうちょいだったのに。もうちょいだったのにね。あれ、これ、あれどこだ？イエラーさんどこ行った？惜しかった。あれかな、ヒールが飛ばないのかな。あれ、毒沼に入ってた。あ、ごめん。ヒーラーさんが食べるやつがなくなっちゃったから。ヒーラーさん、自分が危ないし、タンクさんも危ない。やったか。オッケやべ。
ことないかな。タンクさんが落ちそうですよこれ大丈夫かな大丈夫かな。はい、早く早く倒さないと。タンクさんが落ちてしまう、落ちてしまう。危ない危ない、ギリ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 。
粘菌直接植え付けられるんだこれ。リミットブレイク。お疲れ様でした。全然、意外と全然経験値もらえなかったな。じゃあ今日はここで終わりにしよう。あ、いや待てよ、武将の3、ここに行って完了して終わりにするか。傷は癒えたカイト。とりあえずぐったりはしてないな。小さき者たちをどうしたというのだ。傷の加減はいかがでしょう。見舞いに来てくれたというのか。心配するでない。急所をつなら貫かれたわけではないゆえ、しばし時間はかかろうが、いずれ回復しよう。負傷させてしまったことを改めて謝罪させていただきたい。おかしなことを言うものだ。弱き人が、滝木竜である我が輩を守るなど、千年の昔に聞いた人の友の言葉を思い出したぞ。いつしか互いを守ると誓えるような関係になれるはず。融和の時代を取り戻すには目の前の障害を取り除かなければなりません。邪竜の影だな。聖竜フレースベルグに助力を乞いに行くつもりです。お前たちもよく理解していることだろうが、それでも行くというのなら止めはせぬよ。まあ、望みは叶うことはないと。それでも我々は行きます。希望を探し求めるために。影が帰還してからというものを蛇竜の眷属どもが探し。ありがとうございます。それでは失礼します。気をつけい気をつけい。アイエルが高い。いい。この辺だな。この辺で。スペル、スキル、意志力。この辺もらおう。よし。じゃあ今日はここまでで、次回、アルフィノさんの、メインクエから続けていきたいと思います。本日は以上です。